私たち食チームは、食べて、飲んで、暑い日を乗り越えようというコンセプトをもとに、日本と台湾での暑い日に食べる食べ物や飲み物について調査しました。私たちの調査動機は、季節にまつわる食べ物を知りたかったから、リアルタイムで夏を感じられるから、お互いの国に行った時、暑い日に何を食べればよいかわかるからです。次に、日本と台湾の気温変化について紹介します。このグラフは、1971年から2000年までの30年間分の平均気温を示したものです。7月、8月はどちらの国も気温に大きな違いはあまりないですが、12月、1月は日本と台湾でおよそ10度もの気温の違いが見られます。日本には四季があり、夏と冬の気温の差は大きいですが、台湾は亜熱帯、熱帯の地域からなるため、1年を通して気温が高い傾向にあります。こうした気候の違いが人々の食生活にどのような影響をもたらすのでしょうか。次に、夏に食べたくなるものは？というアンケートを取りました。結果は1位がアイス、2位がそうめん、3位がかき氷でした。夏は冷たい食べ物が人気ですね。次に、夏に飲みたくなるものは？というアンケートを取りました。結果は1位が炭酸飲料、2位が麦茶、3位がラムネでした。それでは、最も人気がある炭酸飲料、麦茶、ラムネについて詳しく紹介します。日本で人気の飲み物を紹介します。最初にラムネを紹介します。容器はガラスで作られています。ガラスの容器の中にビー玉が入っています。飲み終わったらガラスの容器を割ってビー玉を取ります。中の飲み物は炭酸飲料です。次に麦茶を紹介します。原料は大麦です。なので麦の香ばしい味がします。私たちは夏に冷やして飲みます。麦茶には体温を下げたり、血流を良くする効果があります。次に炭酸飲料を紹介します。炭酸飲料はどこでも買うことができます。炭酸には爽快感があります。なので、夏にとても人気の飲み物です。日本では味のすっきりした飲み物が人気であることが分かりました。最後に、暑い日に暑い食べ物を食べたくなりますか？というアンケートを取りました。結果は、いいえと答えた人が多かったです。日本では、暑い日に暑い食べ物を食べて、汗をかいて涼しくするという風習があります。でも、最近の大学生はそうではないようです。これはわらび餅です。ランキングには入っていませんが、冷たい夏の和菓子です。私たちが選んだのはこのかき氷。いただきます。まず、地理科技大学の学生36人に、夏に食べたくなるものは？というアンケートを取りました。結果は、1位がかき氷、2位がスイカ、3位がタロイモ団子でした。
暑い日に涼しくなるかき氷が人気です。次に、夏に飲みたくなるものはというアンケートを取りました。結果は、1位がスイカジュース、2位が金柑レモンジュース、3位がパパイヤミルクとタピオカミルクティーでした。台湾で人気の飲み物について詳しく紹介します。スイカジュースは台湾の夏の代表的な飲み物で、味はさっぱりとしていて少し甘いです。また、スイカにビタミン A、ビタミン C、リコピンなどが含まれているので、目によく栄養価が高いです。次に、金柑レモンジュースです。台湾で人気の飲み物で、屋台でよくセールをしています。レモンにはビタミン C が含まれているので、美容の効果もあります。パパイヤミルクも代表的な飲み物の一つで、台湾では国民的な冷たい飲み物と言われています。甘いパパイヤと濃厚なミルクの組み合わせで、町や夜市などどこでも買うことができます。また、パパイヤミルクにもビタミン A、ビタミン C が含まれており、目に良いだけでなく消化を助けます。栄養価が高い飲み物が多いです。最後に、暑い日に暑い食べ物を食べたくなりますかというアンケートを取りました。いいえが少し多い結果となりました。哇，好热呀！大家一提到夏天，最先想到的食物是什么呢？是西瓜，还是水果塔，还是泡芙呢？接下来我们要来介绍一下关于我们做的问卷调查，到底大家票选的夏日最想吃的食物前三名有哪些呢？我们一起来看看吧。第三名是什么呢？答案是哈密瓜，总票数为7票。哈密瓜非常的香甜，除此之外，里面含有大量的维生素 A 和维生素 C， 不仅可以提高免疫力，还可以预防疾病。但是有一点需要注意的是，哈密瓜含糖量非常的高，所以千万不要吃太多哦。接下来是试吃时间，这是我在台湾的菜市场里买的哈密瓜，这颗哈密瓜非常的好吃，而且水分也特别的充足，吃起来甜甜的，真的超级好吃的啦。接着是第二名，大家觉得是什么呢？答案是噔，西瓜，总票数为25票。西瓜的种类有很多种，例如大玉西瓜和奶油西瓜等等。大玉西瓜就是普通的西瓜，重量大约在5到7公斤左右，里面的果肉是红色的，而且非常多汁，有时候还会榨成果汁来喝。再来是奶油西瓜，又称为黄色西瓜，它的果肉是黄色的，它和大玉西瓜一样都很多汁。西瓜真的很好吃，它不仅有很多汁，而且也非常的甜，它具有解渴和消暑的效果在，夏天的时候吃上一口，心情瞬间就会好了起来。那么大家也喜欢吃西瓜吗？接下来又到了我们的试吃时间，这颗西瓜是在全联买的，它非常的大颗，也非常的重，重点是它里面有超多水分的，吃下去以后身体瞬间就凉爽了起来，夏天没有西瓜真的不行呀。最后就是我们的冠军啦，大家觉得是什么呢？答案就是刨冰。
总票数为27票。刷冰的制作方法非常简单，只要将冰好的冰块放置在一个专门将冰块刨细的机器里，之后将冰磨细，再加上喜欢的配料就好了。刷冰的口味有非常多种，像是草莓、芒果、炼乳等等，有时候也会加入许多配料，像是珍珠、芋圆、红豆，夏天吃上一碗，身体里瞬间就会变得超级凉爽的。接下来就是试吃时间，我点的是仙草的刨冰，里面还加了珍珠、芋圆、小芋圆还有花生。这碗刨冰真的超级好吃的，一个人吃完这碗真的超级爽的。刨冰果然是夏天不可缺少的食物呀。那以上是夏日最想吃的美食前三名介绍。那我自己呢，最喜欢吃的是刨冰，刨冰真的是夏天呢不可缺少的一样东西啊，没有它真的是很难度过这一整个夏天。那影片就到这里了，谢谢大家的观看，再见。不知道大家在夏天时最喜欢喝的饮料是什么呢？我们制作了问卷，调查出在夏天受欢迎的几款人气饮料。想知道的话，就先跟我一起去台湾夜市找找看吧。Let's go! 第三名是珍珠奶茶。珍珠奶茶也是手摇饮店的热门饮品，起源于1980年代的台湾咖啡店。现在有些饮料店也推出很多种口味可以供客人选择，像是珍珠的大小，也可以加入其他的配料，例如椰果、布丁，都是很有人气的配料。后来更衍生出其他，像是珍珠红茶、珍珠奶绿的饮料。台湾当地美食的推荐组合之一是珍珠奶茶加鸡排。和珍珠奶茶并列第三名的饮料还有木瓜牛奶。木瓜牛奶是台湾味的代表之一，不论在街上、夜市等地方，几乎到处都可以买到现打的木瓜牛奶。木瓜富含维生素 A 和维生素 C， 不只有护眼功效，还可以帮助消化。甜甜的木瓜味搭配香浓的牛奶，在台湾广受欢迎。木瓜牛奶也号称国民冷饮。第二名是金桔柠檬。金桔柠檬是手摇饮店的热门饮品，在台湾夜市也能常常看到有摊位在推销。金桔和柠檬富含丰富的维生素 C， 能提高身体免疫力，还能养颜美容。喜欢酸甜口味的你绝对不能错过。第一名是西瓜汁。西瓜汁是夏天的代表饮料，含水量多，可以消暑解渴。红色西瓜含有维生素 A 和维生素 C， 有护眼的功用，而且含有丰富的茄红素，营养成分很高，清爽微甜的滋味让许多人喜爱。夏天来一杯西瓜汁，清凉又解渴。今回の調査結果を報告します。日本も台湾も暑い日に食べるものや飲むものに大きく違いはありませんでした。暑い日には冷たい食べ物を食べて体温を調節し、暑い日に
暑い食べ物を食べようと思う大学生は少ないことが分かりました。しかし、台湾では、果物を使った食べ物や飲み物が人気であることが分かりました。亜熱帯、熱帯の2つの気候が混ざった土地である台湾は、トロピカルフルーツが豊富にあることが理由であると考えられます。次に、日本では、見た目も作り方もとてもシンプルな食べ物が多いことが分かりました。日本では四季に合わせた風習や年中行事が存在します。なので、それに伴って食べるものや飲むものも変化をします。以上が食チームの調査内容でした。Okay.